こんにちは。こんにちは。こんにちは。センター CLR のビデオ第2弾です。第2回ですね。第2回です。はい。まだ慣れてないです。すいません。今日は何の話するかというと、今日はまあ前回に引き続いて第2 CLR の動かし方を、うん、まあ実際にデモできたらなと思います。そうです。うん、そう。はい、ちなみに前回のビデオは何か反響とかありましたか？まあごく一部からごく一部から強い反応がありました。はい。じゃあやりますか。うん、はい、はい。じゃあまず自己紹介からですね。私ですね。コージマスって書いてありますね。MVP 持ってます。普段はまあなんか最近だと、ここにあるようなネスプというリスプもどきのドットネットの処理系を今作っているところです。まだあんまり形になってないのと、あと、この下のやつはあれですね、寿司ですね、丸寿司前作りました。ちょっと話題になったのかな。で、あとこっちの方はスパルタン のボードですね。これを作ったりとか、FPGA でちょっと面白いので触ったりとかいうようなことを最近はしています。はい、じゃあ私は、松岡と言います。最近、まあ、でもないですけどデバイス系を主に触ってるのと、ちょうど、5月ぐらいですかね、ジェトソンを入手したので、まあ、ジェトソン触ったりとか、あとは、まあ、ホロレンズを、まあ、デバイスとつなげて、まあ、動かすということをやっています。はい。はい、では、今日のアジェンダになりますが、はい、まあ、タイニー CLR OS の、まあ、動かすことができる、まあ、ハードウェアについて解説をします。はい。はい、でその後にファームウェアの、まあ、入れ方、これファームウェアって一口に言っても、ブートローバーとファームウェアと自分のアプリケーションと、まあ、大きく3つあるので、そのあたりをまあ解説した後に、まあ、デモということで、まあ、エルチカ定番でやりたいと思います。あれですよね、なんか できるだけこう初心者向けにやる、初心者の人がなんか取り組むにはなんかこうそのエルチカにたどり着くまでのステップがどれだけ短くできるかみたいなところはなんかあるといいなっていう感じは個人的にはしてるんですけど、なんか環境も含めて、だからまあそのあたりがどの程度こう進化してきたのか、多分昔の MF だともうちょっと敷居が高いのかな、目指しているところというか。そうですね、まあ、以前の、ネット MF と比べて、まあ、すごく簡単になっているので、そちらを体感してもらえればなと思います。まあ、一方で今現在は対応しているハードウェアが、まあ、ちょっと少なかったり、ファームウェア入れるのに、まあ、コツというか必要なのでそのあたりも見てもらえればいいかなと。はい、お願いします。はい、では、ハードウェアです。今現在ですね、対応しているのが、この青丸でくくってある、全部で6個のハードウェアを、まあ、対応する形でリリースされています。で、そうですね、まあ、使いやすいのはやっぱりボードのタイプで、RD の方になっているの、フェーズとか、はい、そのあたりが使いやすいかなと思うんですけど、まあ、日本だとちょっと入手しにくいとか、でもなんか最近ね、ジェッツアイ・タイさんが、どこでしたっけ、マザーとか、アローさんから買えるみたいな、変わったらしいので、まあ、ちょっと入手はしやすいのかもしれないですけど、っていうのがあります。で、一方で今、有志の方がポーティングをしている、まあ、最中のものもありまして、それが赤枠のものになります。まあ、上にある、ニュークレアの F41 リスっていうものであるとか、下にある、STM32F4 のディスカバリー、こちらはまあ、有志がやっているので、まあ、まとまったマニュアルとかはないんですけど、まあ、動かすことができますよと。下のデバイスなんかだと秋葉とかね、オーストのディナーとかあるのかな、なんか多分普通のこういうデバイスの通販とかでも扱っているところは、そうですね、そうですね、はい、物もやっぱり
ニュークレオなんかはすごく安くて、うん、2000円ぐらい、2000円しないぐらいに買えちゃうような感じ で、まあ、ディスカバリーの方は、まあ、もうちょっと高くて、うん、3000円ぐらいですかね、うん、まあ、こちらも入手しやすいですね。そうですね、ちなみにまあ、今大きく、まあ、入手しやすいもの、ニュークレオとディスカバリーで、うん、まあ、ディスカバリーよりもニュークレオの方が安いので、まあまあまあニュークレオいいよねっていう感じになると思うんですけど、ちょっと今現在はディスカバリーの方をまあ使う方がまあちょっとおすすめかなという状況です。何でですか？でそれ理由がですね、この図にある通り、まあ真ん中にSTM32 の CPU が載ってるんですけど、その、まあ、後ほどまた出てきますビジュアルスタジオとこのデバイスが通信するには、その STM32 に USB コネクタが直結されてないと、うんうん、なんですかね、通信ができないようなファームになっています、うん、はい、で、なんかで2つついてますよね、あのコネクタね、あの USB、 そうですね、でですね、なんでこのCPU に、直結の USB コネクタが下になりまして、はい、でこの下のコネクタから、まあ、ビジュアルスタジオと通信して、うん、ドットネットのプログラムを突っ込んだり、まあ、リモートで学ぶことができます。で一方で、まあ、この STM32 に、まあ、一番最初にファームを突っ込むときは、うん、ST-Link っていう、まあ、インターフェース用の、チップを経由して上の USB コネクタから入れるんですね。うん、はいはいはい、っていう構成になってまして、それは、ファームウェアは、ファームウェア1回書けばもう、あ、そうですね、1回書けば、あ、じゃあ最初だけってことですか？上からファームウェアを突っ込んで、で、ファームウェアが動き出したら、あ、まあ、下でビジュアルスタジオを、あ、なるほどね、そういう形になってます。一方で、ニュークレオの方はですね、CPU に直結の USB コネクタが、まあ、ない、うんうん、もんですから、あ、ないですね、はい、なので、ファームウェアは上の USB コネクタから突っ込めるんですけど、はいはい、じゃあいざビジュアルスタジオと通信しようという時には、うんうん、まあ、上はできないので、はい、この図のとおり、ちょっと映ってますね、この図のとおり、外付けで USB コネクタをもう加える必要があると、はい、この部分がやっぱりちょっとハードルが高いという。ああ、なるほど。これ接続自体は何か追加の部品はいるんです？これは何か変換基板？あ、そうですね。コネクタの変換と、うん、まあ、配線は必要になりますね。あ、うん、あ、他になんかこう例えば抵抗だとかコンデンサーだとかそういうのはいらない。そういうのはいらない。つなげるだけでいい。じゃあ、まあ、ブレッドボード上でつないでやればいいってことですね。なるほど、はい、まあ。ちなみにちょっと余談にはなるんですけど、このニュークレオの場合はこの STM32 に、まあ、USB 直結はされてないんですけども、うん、そのシリアルの出力、はい、まあ、UART の出力が、ファームの書き換えと別ラインで、まあ、オレンジのラインで UART がつながって USB で流すっていう、うん、こういう配線されてるものですから、はい、まあ、ちょっとまだ今できてないですけど、うん、将来的には、この、チップから UART で、出力したものをビジュアルスタジオとつないで、うん、デバッグができるようになるんじゃないかなと。ああ、この1本の USB だけでできるようになったらいいなと。まあ今はできない、できないけど、できるようになればいいな、はい、なるほど。そうですよね。そうするともうこれをね、1枚買ってきて、ざっとつないで、そうですね、パッとやれるような。だから今すぐ、もう配線とかも何もせずに、うん、買ってパッとつないでやるんであれば、まあ、ディスカバリーですと。うん、で、一方、ちょっと将来的に、まだ見込みですけど、将来的には、まあ、ニュークレイの方が、まあ、価格も安いし、うん、USB のケーブル1本でできるんじゃないかな、うん、みたいなことがあるので、今ちょっとどっち選ぶかなと思って思います。そうですね。まあ両方買っとけるはい、わかりました。はい、というハードウェアの配品です。うん、じゃあ続きまして、じゃあファームウェアの、書き込みに関してですね、うん、でこれがちょっとややこしいので、うん、図を用意しました。これはフェズの場合、フェズのファームウェアを
先ほどの STM32 のディスカバリーに、うん、入れてるケースなんですけど、うん、はい、まあ、買ってきたばっかの最初のディスカバリーのボードは、うん、まあ、フラッシュメモリーが空っぽですと、うん、はい、でそこに、GHI のブートローダーをまず入れ込むという手順になっていますと、でこれをまあ書き込む時には、STM32 のブートローダーという、まあ、最初にから STM32 の中に入っているローダーを使って、まあ、入れるんですけども、まあ、例えば DFUTIL とかっていうツールをまあネットからダウンロードして、まあ、入れ込む必要がある、うん、はい、でちょっと手間がかかるんです、うん、でこれでブートローダー入りました、あ、GHI のブートローダー入りました、はい、で次にタイニーシエラのファームウェアを入れる結構をします、はい、これはあの GHI ブートローダーが起動すると、うん、あのシリアル通信で、うん、あのコンソールが出てきて、でそこからあの入れることができるんですから、あのそれでやると、はい、もうちょっと具体的に言うと、その GHI ブートローダー起動してコマンドをちょっと入れると X モデムで転送するおーおーおー仕掛けになってまして、でこの、.glb というファイルを、うん、あの X モデムで転送するとここドカンフラッシュが入ると、はい、でそこまで入れば、タイニー CLR のファームウェアが動き出して、はいはい、まあ、ビジュアルスタジオと通信できる状態になるので、じゃあ、うん、その見た目のところまで書けば、はい、あとは例えばその普段あれじゃないですか、あのビジュアルスタジオでアプリケーションとか作るときには普通にあのソースコード書いてその場でデバッグとかやるじゃないですか、あの感覚でできるようになると、うん、この緑までやっとけば、なんで買って最初にこの、青と緑を、うんうん、まあ、1回やれば OK で、うん、はい、で、このオレンジ色の部分は、ビジュアルスタジオで、ビルドデプロイっていう、F5 実行あのするたびに、うん、ESB 経由で転送されるので、いいですね、はい、あ、なるほど、まあ、ただしちょっとこの GHI ブートローダーって何者とか、うんうん、DFU っていう入れないとちょっとできないとか、はい、そこで、まあ、若干ハードルがある、はい、はい、一方でですね、はい、若干こう、うん、まだメーカーから提供という形ではないんですけど、うん、まあ、有志の方で、まあ、カスタムしている、うん、ファームウェアがございまして、はいはい、ここにある通り、GHI ブートローダーを入れずに、うん、タイニーシエラルのファームウェアだけ突っ込んで動かすというものもございます。うん、エンベッドで、ここでいきなりエンベッドが出てくるな。で、ですね、そのエンベッドはあのタイニーシエラルのファームウェア、エンベッドですよね。エンベッド、エンベッド、もう関係ないから。で、はい、ですけど、まあ、タイニー、GHI のブートローダーがなくても動くようにタイニーシエラルのファームウェアが手が加えられています。基本的にあのフラッシュ上の配置するアドレスをまあ変更するっていうことがされてるんですけども、まあ、それと同時に、基板によって、ボードによって、エンベッドドライブっていうものがあのついてる製品がありまして、はいはい、で先ほどの STM32 のディスカバリーとか、はいはい、ニュークレアなんかはこのエンベッドドライブっていうのがついてます。でこれ何者かっていうと、はいはい、USB でパソコンに、うん、くちゃって刺すと、うんうん、なんですかね、D ドライブとか、あ、USB メモリーみたいに見えるんですか。そうなんです。ああ、なるほど。で、はい、そのドライブが見えるので、そこにドットビンファイルをドラッグアンドドロップでこうやって放り込むと、勝手にフラッシュの中に書き込まれると。おお、うん。じゃあまあコピーすれば終わりと。終わりですね。ああ、素晴らしいですね。それはいいですね。で、その DFUTIL といったようなちょっとツールをインストールしたりとか、うんうん、コマンドトラックっていった行為がまあいらないと、うんはい。なるほど。まあ、こちらのケースでは、なんでドットビンのファイルを、うん、ドライブにポリって放り込めば、うん、もう動くので、うん、ビジュアルスタジオとつないように。いい、それいいですね。はい、いいですね。じゃあこれやるにはあ、これディスカバリーでもニュークレアでもどちらでも、あ、そうですね、どちらでも、はい、あ、そうできます。おお、いいじゃないですか。もう話すことないですいやいや、そんなことはない、そんなことはない、はいはい、はい、でじゃあデモをやる、はい、今日デモはどんな
ことを。そうですね、はい、まあちょっと時間もあれなので、まあこちらの例ですね、うん、そのカスタムの、ファームウェアを入れるっていうコードをやるのと、うん、はいはい、あとあのビジュアルスタジオ上で、うん、エルチカのプログラムを、まあ、ハローワールドみたいなもん。そうですね、動かしてみて、ね、はい、やりたいと思います。あ、いいですね、はい、はい、というわけで、こちらが、うん、あ、そうですね、こちらが、STM32 ディスカバーです、はいはい、開けるところから、開け方の説明言える早速、ファームウェアを突っ込むと、うん、で、ファームウェアを入れてみますか。あ、そうですね、そう、手元カメラをちょっと用意したので、こんな感じですね、こういうやつですね。で、さっき言ってたのはこれが上の、そうですね、あ、これですね、これが上の、あの USB で、こっち側が下に付いてる、下がちょっと見切れてます、ね、あ、うん、ここについてるのね、これ下の USB で、ちなみに上の USB はミニ USB で、うん、下はマイクロなので、はい、ケーブルが2種類必要なので、区別できるといえばできるし、なんか2つ用意するのかってまあやっぱりなんかニュークレオでできるといいですね。でこれもまたちょっと電源の入れ方のコツがあるので、はいはい、それもまあ、コツと、コツ、はい、まずですね、はい、上の、こういうのですかね、上の、上、あ、逆ですね、上の、ミニの方、接続をします。見てくださいですね。あ、パソコン。ちなみにこれ、必ずパソコンにつないでください。 USB アダプター、 AC アダプターとか。あ、はい、今つなぐと、これ画面、カメラの画面にワッカム線で出ちゃいましたけど、はいはい、つなぐとですね、このように、D ドライブっていうのが本当にもう勝手に見えます、はいはい、見えましたので、はい、じゃあ、ファームウェアを突っ込みましょう。ビルドスターファームウェアがこちらに用意してあります、はい、はい、これですね、うん、はいはい、じゃあこちらをファームウェアに書き込む、ほう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 、ああ、なんかコピーされました、ちょっと後ろでピカピカ、あ、消えちゃったけど、まあなんか LED がピカピカしてました、ね、はい、でこれ転送してる間はその LED が緑と赤で点滅して、うん、はいはい、で転送し終わると、リセットがかかって、はいはい、でこれでもうファームウェア書き込み終わりで、素晴らしい、タイニーシエラローセも起動がかかってる状態です。おお、いいですね、まあ、見た目非常に何も分かんないですけど、はい、じゃあ、ファームの書き込みが終わったので、はい、次はエルチカのプログラム、うん、はい、みたいですね。で、新規作成ですね。あ、ごめんなさい、これビジュアルスタジオには事前にビジュアルスタジオ拡張がちょっとインストールしてある状態。うん、はい、あ、そうなんですか。ですね、拡張はこれはドット VSIX っていうファイル、うん、はい、多分ね、拡張のところが変動が出る、そうですね、そうですね、変な拡張が入ってますけどね、ああ、あれどういう意味の、あ、では、これですね、ありますね、はい、はいはい、タイニー CLR OS プロジェクトシステムみたいな、はい、こちらです、うん、はい、まあ、こちらをまあビジュアルスタジオにインストールして、はいはいはい、
書かなきゃいけないんですけど、うん、マイストールしてあると、うん、新規プロジェクトに、プロジェクトテンプルですね、はい、タイニー CLR が追加されています。ここでタイニー CLR アプリケーションと選択すると、まあ中からのものが、うん、まあ、できます、出来上がります、はいはい、でちょっとコードはですね若干長くなってしまうので、はい、私のブログから、はい、コピペで取ってきましょう。有名なブログですね2回目ですねメタルシステムですね、はい、こちらにコード貼ってあるので、はい、まあ、それをザクッと、はい、はい、いいですね。で、ちょっとビルドをしてみますね、はい、実は失敗にちょっとなってしまうんです。なんでですか？これですね、タイニーシエラルのを使うには、ビジュアルスタジオ拡張が必要なのとともに、はいはい、ゲットの、パッケージも参照してるんですが、はいはい、で、まあ、含めすればいいよね。で、ヌゲットのパッケージがですね、まだ、ヌゲットの、サーバーっていうんですかね、あちらに入ってないので、ローカルにあのファイルを展開しておいて、はい、そちらを見るようにちょっと設定しないといけない。そうなんですか。その辺は若干めんどくさいです。パッケージソースをローカルを指定して、なんか GitHub かなんかにファイルが公開されるっていう。これはね、普通にJHI のサイトにアップされてます。あ、そういうことね。うん、はい。GitHub だったかな？どこのサイトだったかな？はい。で、まあ、このタイニー CLR のデバイスズっていうのを、プロジェクトに追加します。はい。もう一回ビルドしてみますね、はい、ビルド成功、うんうんうん、これで動かせる直前になってきます、はい、では、実際に動かしてみるんですが、はい、先ほどのですね、ちょっと説明したら Visual Studio とは下の USB コネクタと通信するので、うん、ああそうですね、下の USB コネクタ接続する必要があります、はい、でこれディスカバリーの場合はですね、はい、ボードの、電源をこっちの上の USB から取っているので、はい、上の USB を外して下つなぐでは、はい、ちょっと動かない、あ、そういうこと、上をちょっとつけておかなきゃいけない、あ、そうか、あとその電源だけなんで、うんうん、USB の、アダプターでいいんじゃないと思うんですけど、これ PC がつながってないと、うん、動かないっていう、あ、そうなんですか、もので、あ、なので、2本ともパソコンにつながる、ああそうですか、なんでちょっと分かりにくい、うん、繋がりました。で、ハブの方、うん、はい、繋ぎました。あ、デバイスのメージャー立ち上げてもらってですね、デバイスのメージャーで、フェーズっていうのが増えてると、うん、はい、ビジュアルスタジオから通信ができるので、ちょっと一回半回になりますね。あ、なくなったかな。あ、なくなりましたね。で、さっと、はい、フェーズと、うん、こちらになりますね。はい。はい、で、これでハードウェアの準備は OK ですと。うん、では、ビジュアルスタジオから動かします。はい、もう一箇所ですね、プロジェクトのプロパティで、はい、どの通信手段で、うん、はい、っていうのをちょっと選ぶ、はい、前も選ばれてましたけど、USB で、USB で、うん、フェーズ、フェーズと、うん、フェーズ1個じゃなくて、フェーズ2個と、うん、主張したいんですね。で、選んで、はい、では動かしたいと思います。
LED がこの辺かな。で、まあ、ビルドして今デプロイしてます。はいはい。で今デプロイ終わってリブートかかって、おお、はい、点滅しましたね。おおできました、できました。おお、なるほど、うん、そうか。まあディスカバリー使う場合は、まあ、ちょっといくつかポイントありますよね。その USB ケーブルに関するところと、まあでも今 エンベッド 経由でファームウェアも書いてあるから、まあ、もうあとはこうケーブルはつながなきゃいけないけど、ビジュアルスタジオであとはもう書いていけば。ああ、そうですね、そうですね。ちょっと今回、うん、頭のブラシの部分は、まあ、2回目以降やる必要がないので、はいはい、じゃあちょっとプログラム変更も、うんうん、はい、やってみましょう。はいはい、今 0.2 秒周期で、まあ、点滅してるんですけど、うん、これを1秒周期に、あ、実行中でしたね。これで1秒周期を変更したので、はい、もう一度実行したいと思います。で今これでフラッシュ消してから、はい、書き込みをして、うん、今リブートかかるところですね、はい、止まってます、はい、これでリブートしました。あ、遅くなりましたね。はい、うん、はい、あ、なるほど、うん、あ、いいですね。ちなみにビジュアルスタジオ上から、うん、まあ、通常の Windows アプリケーションと同様に、はい、ブレークかけて止めたりとか、変数の落ちとかできるので、あ、今止まってますね。あ、今あ、実際止まってますで、このまま、はい、ブレークを外して実行です。また点滅させます。ステップもできるということですか。ステップ実行もできます。あ、はい、じゃあいいですね。なんか実際に IO をトリガーしてた時に、これ今はローだから消える、この後消える、うん、そうかな、コンティニューが、あ、消えましたね、はい、LED 消えた、うん、つけますよ、はい、お、いいですね。あ、いいじゃないですか。お、いいです、いいですよ、うん、なるほど。まあ大体あれですよね、その今 VS 使ってるような人たちも、まあここまで動けばとりあえず VS についてほとんど違和感はなく使える。そうですね、ということですね、はい、うん、あ、非常にいい感じですね。で環境を整えるのがまだちょっと現時点だと、うん、迷うかなとか、はいはい、あとボード線のその選定とか、うん、はい、まああると思いますが、うん、はい、まあ、こんな感じで、うん、なるほど、はい、すごく簡単にできるですね。まあニュークレオでできるといいですよね。そうするとケーブルとかもスッキリしますしね。そうですね、こちらですよね、うん、そうですね、うん、はい、そうそうそう。でこれちょうど昨日、はい、昨日だいぶ時間かけて、はいはい、ファンを触ってたんですけど、あ、この USB 出力を、UART 出力まではできたんです、うんうん、はい、なので、はい、なんですかね、あれ、今日使わなかったな、はい、しました。こういう、見ますかね、はい、USB UART 変換、はいはいはい、基板からは、UART 出力にして、はい、で、これをプッと挿して、はい、でビジュアルスタジオからリモートデバッグできるところまで確認してて、うん、ニュークレオでもできるところまで確認してたんです、はいはい、ただちょっとこの、STLINK が問題なのか、ちょっとビジュアルスタジオのエクステンションが問題なのか、ちょっとどっちかが原因で、うん、パリティの設定がなんかちょっと正しい設定になってなくて、あ、そうなん、通信ができない、あ、そうです、あ、そこあれですね、そこをクリアできると、まあ、動くかもしれない。そうですね。そうですね。いいですね。そうするとこの、横にコネクタつける、うん、つけなくても、もうこれだけで、はい、電源も1本、まあ、USB1 本挿すだけで、うん、いいですね、うん、あ、面白そうですね。なるほど。従来のネット MF だと、こういうことができるのはネットDreamがなんか一番メジャーだったんですよね。ああ、
いや、やっぱりその GHI さんの、うん、あのフェズシリーズなんかは、うん、はい、あのドットネット MF、うん、はい、とてもあのポピュラーですね。ああ、そうです。日本であまり見かけないんですけど、ああ、はい、海外でもそうですね、多くて。ああ、そうだ、これこっちはよく見ますね。なんかあのガジェッターですか。あ、ガジェッターですね、うんうん、はい、はい、そうそう、こっちはよく見ます。ガジェッター、そうですね。ガゼッタなんかはあれですね、ビジュアルスタジオエクステンションで、うん、あのグラフィカルにこう、あ、なんかそうそうそう、すると、そうそうそう、あの構造上にこう、うん、クラスのインスタンスが生成されている。はいはいはい、うん、なんかあの、あれですね、あの GUI のアプリケーション開発をハードウェアに持っていきましたみたいな、そういうノリですね。なるほど、いいですね。なんかこの辺りで動くとなかなか、これちなみにあのちょっとずれますけど、411と401は何が違うの？あ、 CPU が、あとこれ、STM32 の、F411 っていうので、あのペリフェラルが若干違ってたりとか、メモリーが違ってたりとか。あ、そうですか、はい、これも407なので、はいはい、あ、そうですか。ちなみに今さっきのエルチカぐらいの規模で実際なんかそのあ、まあ、ロムの使用量というか、これコードとしてあとどのぐらい入りそうなのかとかって見てます？あんまり見てないんですけども、うん、よくビジュアルスタジオで、プログラムを差し替えた時に、うん、フラッシュに書き込んだバイト数が表示されていて、はいはいはい、でこれ、フラッシュのワンブロックが128キロなので、はい、128キロなので、で見ると、今の L 値下で772バイト。はい、ああ、まあ小さいですね。うん、これなんか、どのくらいですか？510キロ？あ、ですね、ディスカバリーは1メガだったかな。1メガバイト。で今持ってきているニュークレオは512。あ、じゃあまあコードとしてはまあゴミみたいな。まあまだまだ。1メガの中に、まあ、今回ブートラーじゃないですけど、タイニーシーダーが入った上での、うん、なので、今、このファームは、128キロ3ブロック取ってるので、はいはい、382キロは入れる状態です。じゃあまあまあでも大したことない。まあまあまだまだたくさん入れる感じですね。そうですね。あ、これはあれですね、あの、IL がほぼそのまま入っているので、あ、そうだと思います、はい、あの、はい、あれじゃないですか、スマホのアプリとかだと結構そのあたりみんな気使ってて、うん、っていうのはなんか AOT で、あのネイティブバイナリーにコンパイルされるので、どうしてもサイズが大きくなるから、なんかそれをどうするかみたいなのはあったりするんですけど、まあやっぱり IL だけであの入れて、速度的にはあのインタープリターなんで辛いですけど、まあ容量としてはそんなに心配するほどでもないということです。まあ、その辺はあれですね、松井さんの得意分野ですね。その今ちょっと言われたような、やっぱスピードとのこう関係があると思うので、うん、まあまあまあもちろん、うん、そうそうそう。あとはそのスピード速いとあの電力来るので、うん、ああなるほど、電力重視するならクロック落としてとかって話になってしまうので、うん、はいはい、なかなか難しい、うん、そうですね、難しいというか、まあ、ケースバイケースかな、うんうんうん、と思います。はい、はい、あ、今日話した内容は、こちらの URL を、うん、探れば、タイニーシリアルの OS ドキュメントはこれ GHI さんが提供してま す、はい、それからファームウェアのコードも GHI さんのリポジトリの方にあります、はい、それを松井口さんがいじくったやつを、ね、上げてます、はい、まあ、これは今のところあのディスカバリーの F407 とニュークレオの F401 と、はい、うん、対応のものですと、まあ、あとはいつも通りあのブログを見てねと。そうですね、あのブログ日本語なので、はい、なるほど、はい、わ、はい、かりました。ちょっと今すぐあのそのディスカバリーで動かそうとすると、うん、そのファームウェアの、ソースコードからあのビルドする環境を整えないといけないので、うん、はいはい、ちょっと一手間かかるんですけど、プリビルドされたやつをバイナリーで、まあ、リポジトリとかから、まあ、公開するってことは、そうですね、ちょっとあのライセンスのところだけ確認してから、あ、そうですね、はい、公開したいなと思います、うん、はい、
そうするとね、もうなんかダウンロード式で、エンベッド方式ならね、放り込むだけなんで。そうですよね。これは非常に楽です。エンベッド。エンベッド。はい、わかりました。じゃあ、はい、第2回ってことで、第1回にあの予告してたですね、実際にそのネット MF の、まあ、今の、今どうなってるかというのに基づいて、まあ、実機を動かしてデモンストレーションしてみると。で、まあ、僕が、今日、聞かせてもらった感想では、まあ、かなりなんか楽な感じ、まあ、ポイントさえ押さえておけば、でしかもそのポイントは将来は、まあ、そのなくなるかもしれないと、そのケーブリングの問題だったりとかファームウェアを書くとか書かないとかも、まあ、将来は改善されて、なんかもう買ってきてUSB でバスと挿せばすぐできるみたいな、なると本当にいい感じだなと。まあね、ネット MF 知ってる人が見ると、うん、もうすごく、うん、楽で、うん、一番じゃ楽ですね。あと、なんていうの、僕が使ってる限りでも、トラブルがなんか少ないっていうか、うん、まあ、ないですね、うんうんうん、そうですね。いいですよね。今まだアルファ版なんですけど、うん、完成度高いと思う、はい、まあ、特に VS で生活してる人からすると、すごく敷居は低いと思います。アルディーノとかラズパイとかも、まあ、楽は楽なんですけど、うん、まあね、VS 知ったことが多いので、うん、まあ、ちょっとね、結構難しいんですけどね、その、何のために作るかとかによって、うんうんうん、そのやっぱりベアメタルでいった方がいいとか、はい、ラズパイで押し付けたとか、まあまあもちろんですけど、まあ、先ほど言われたように、多分今これでいいのは、うん、C シャープを知ってる方が、うん、はい、まず動かしたい。そう、うん、そうそうそう。で、動かしてみて、まあ、より学んで、うん、まあ、場合によっては C 言語の方がいいとか、うんうん、C プログラムの方がいいとか、そういろいろ選択肢があればいいんですけど、うん、まあ、その C 知らなくて C シャープ知ってるって方にはとてもいいと思います。うんうん、そう、あとは今日もちょっとちらっとだけ見ましたけど、ビジュアルスタジオ連携 の、 デバッグ機能がそのまま使える状態になっているので、うんうん、はいはい、止めて変数見て、はいはい、ステップ実行とか。うんうん、これは他の組み込み系の環境って、うん、ちょっとグレードの高いものなんですよ、はいはい、非常に手軽にできる、うん、そうですね、まあ、何にしろこうあれじゃないですか、なんかステップアップ の、 こう段階を踏んだその学習効果があるっていうのはすごく僕はいいところだなと思っているので、うん、まあ、なんか発展するといいよねっていう、まあ、ちょっとエントリーだと思います。うん、そう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 、もうなんかだってこれでいろんなことは できるようになって限界が分かっちゃったっていう人はとっとと次へ行けばいいんですよ、そうなってからそうなってからね。でいきなりなんかすごい環境とか、うん、バーンって与えられてもどうすればいいのみたいになっちゃうから、ね、こういうチップのものとかね。あ、そう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 ね、うん、どうやって片付けすんだよとか、ね、基盤作るんか、基盤どうやって設計すんだみたいなさなっちゃうので、まあそれはなんかそうどうしてもなんかやりたいっていう自分のこう、そうですね、ね、こう欲求に基づいてだんだんステップアップしていけばいいんじゃないかなと思います。思うところとしては、うん、これだとちょっとまだピン並びとかね、うんうん、あるんで、はいはい、やっぱりコスト的にも安く、うん、で、アルディノのフォームファクターで、ああ、そうそう、アルディノのシールドが刺さるの で、ね、はい、やっぱりニュークレオで、うん、ケーブル1本で動く状態になるのが、うん、まあ、みんなハッピーなのかな、うん、そうですね、はい、はい、じゃあ第2回ということで、ネット MF の、 まあ、第1回と引き続きですけれども、デモンストレーションまで試しましたということで、また次回をよろ、はい、お楽しみよろしくお願いします。次回やることなくなっちゃいましたね。他にもいろいろあるんじゃないの。ハード周りとかね。いや、もう、まあ、僕はまあネタ出しし始めたらそれはいろいろあるけど。ああ、ちなみにセンターシリアルとしては昔からやってるのはこのハード寄りではないんですけれども、まあ、ハード寄りもソフト寄りも両方ともやっていこうと思っているので、まあ、また次回よろしくお願いします。はい、はい、じゃあまた、はい、じゃあまた次回。